スタニスワフ・イグナチ・ビトキエー・ベチは、ポーランドの画家、戯曲家、写真家、前衛美術家、前衛美術理論家。ビトカチとしても知られるビトキエー・ベチは、ロシア帝国のワルシャワで誕生する。父は、スタニスワフ・ビトキエー・ベチ、母は、マリアといい、両親は共に、リトアニアのジェマイティアの出身であった。父のスタニスワフ・ビトキエー・ベチは、 ポーランドの著名な画家であり、建築家でもある。その父は、ザコパネスタイルという建築様式の生みの親として知られ、芝叩く間に、その建築思想、様式は、ポーランド全土を席巻した。ポーランドのシェイクスピア舞台女優のヘレナ・モジェスカは、ゴッドマザーであった。マオポルスカのザコパネで育った。自然の中で培われ、主に在宅教育で、描画や芸術を学ぶ。 ビトキエイビチは、少年期に、ブローニスワフ・マリノフスキやカロル・シマノフスキと親交を結び、高校卒業後、ヤンマ・テイコ美術アカデミーに通い、クラックフで数年間過ごした。その後、ヤンマ・テイコ美術アカデミーの若手画家グループの芸術活動に参加し、ヨーロッパ絵画の最新動向を学ぶためフランスのパリへ赴いた。ビトキエイビチの恋人が自殺した後親友。 マリノフスキと一緒にオーストラリアやニューギニアに渡るが帰国後ロシア帝国軍に徴兵されて第一次世界大戦に参加。この頃にマルチプルの鏡を用いた上で自画像写真を撮影した。1916年にボルイーニ付近で行われた激戦で負傷してサンクトペテルブルクに一旦逃れる。しかしロシア革命後ザコパネに帰還して 本格的に創作活動に入る。1919年に独自の美術理論、ノーベフォーミー・ W ・マラースト・ウィーを発表。アバンギャルド芸術運動を推し進めた。後に表現主義的要素をさらに高め、戦艦期に絵画や戯曲を数多く発表した。ナチス・ドイツ軍、それからソ連軍のポーランド侵攻の方を聞いた直後、ポーランドの村・イ上ジョーオリで自決。 ビトキエイビチの絵画の多くは、ワルシャワ国立美術館やクラクフ国立美術館に所蔵されている。ありがとうございます。